蜂に刺された時ってさ、どんな気持ちやったん？なんていうより、うん、刺された瞬間は痛くないやん。止まったなって感じ？刺されるやん。ここ止まるやん、まず刺す前に。止まって刺すやん。うん、刺す時は痛くないねん、全く。あ、じゃあ止まったなって思ったらもう刺されとう感じ？すぐ？勝手に刺されてんねん。うん、痛みは感じねんけど、うん、後からここにビシビシってなんか、うん、後で来るん、痛みは。後で痛みは来る。うん、蜂がピトって止まった方が分かる？刺されたことより。止まった、こう足がこう鼻につくやん、その感触は分かるん、やっぱり。いや、それよりも飛んできたなーの方が怖かった？飛んでくるっていうこと時点で俺の方向見えとうやん、心には、うん、見えてます、うん、嫌ってなって動かすことに夢中になって、うん、痛さ感じへん、うん、蜂のことパンチせんかった？あ、携帯でなかった。自分の顔をバン、携帯でしたん？ほんで逃げていったん？逃げていった。なるほどね。刺された感触って何言って？めっちゃある。え、めっちゃあるって言うとおり。りゅうちゃん刺されたことある？え、耳ね、昔刺された時、刺された瞬間めっちゃ痛かったで。え、刺されたことある？ポポに。え、何回も。何回？数えきれんぐらい。数えきれんぐらい。なんで通されへんの？リュウちゃんからの遺伝。え、そのうち蜂が近寄ってきたらさ、グーパンチでやっつけれるようになるんちゃう？あ、スズメバチは怖いです。ああ、余計怒ってくるんやろ、なんか。でも攻撃せんかったら、やつらのはもう 毒の、 あの強さが、うん、あのレベル違うから、スズメバチ、クマバチはあのもう逃げるけど、逃げる。アシナガとミツバチは何回刺されようが大丈夫だから。あ、そうなんや。ミツバチはこうやってタオルとかでチンってやったら蜜が出てくるから、うん、めっちゃ甘い。甘い？舐めるん？やっぱ蜜の、蜜の。え、それで舐めとったん、ちっちゃい時？遊んどった。そんなら刺されたえ、ミツバチには刺されんの？刺されるよ。え、でも死ぬじゃん。刺される前にやっつけて蜜を押す。え、なんで水鉢？めっちゃ田舎の子やな。田舎の子やな、うん、遊び方が。だって山やもん、すぐ。私でもなんか、やから、あの黄色いさ、ちっちゃい花がさ、地面近くに咲いとって、それの蜜とかは吸い寄った。赤いやつやろ、真っ赤なやつやろ。黄色やったら、赤のやつはあるで、こうやってチュッてとって吸うやつ。黄色やったと思う。レモンの味がするね、食べたら。何それ、知らん。それを食べよるのをママちゃんに言ったら、犬の尻尾かかっとうのに汚いもん食うなって怒られた。だって香川やったから、うん、山と池しかないから、うん、と海と、うん、で海に釣り行くか、うん、ブラックバスで池釣るか、うん、山で、まあ、遊ぶか。そうなんや。心歌見た、うん、心歌見た？撮影だってよ。いいわいいわ。8時ぐらいからしようか。8時ぐらいからしようか。8時な。またその話聞かせてな。え？蜂の話聞いたって。蜂が出てきた、また。蜂にな、刺された時痛くなかったって。絶対痛かった。痛くないでほしい。りゅうちゃんは痛かったはずやって言うねんけど。号泣しとったから。びっくりして泣いとった。刺された瞬間は痛くない。後で痛くなる。後でブシッてくれたってよ。